ヒョードル・エドナルド・ビッチ・ケルレル伯爵は、ロシア帝国の軍人、貴族、日露戦争のマテン天霊の戦いで戦死した。第一次世界大戦、ロシア内戦で活躍したヒョードル・アルトゥーロビッチ・ケルレルは、老いにあたる。オーストリア貴族とフランス貴族の血を引き、自身も伯爵であった。貴族の指定のためのこのエシカン学校を1866年に卒業し、 ロシア軍のこの駅兵連隊に配属された。チェルニア F 少将の参謀として1876年のセルビアトルコ戦争を観戦、オスマン帝国軍がロシア人に指導されたセルビア軍を撃破するのを目の当たりにした。引き続いて起こったロト戦争では、ロシアの指導を受けたブルガリア人民兵の参謀を務め、さらに負傷したアレクセイ・クロパトキン大佐に代わって、 ミハイルスコベレフ少将の参謀長を務めた。戦勝後大佐に昇進し、様々な参謀職を歴任した。1882年、このエ軍の第二このエ素撃兵大隊長に任命される。1890年に少将に昇進。1893年にはアレクサンドル三世により、この絵士官学校校長に親保された。同職を1900年まで務め、 中将に昇進して、エカチェリノスラフ県知事に転じた。1904年に日露戦争が勃発すると、前線での従軍を志願した。志願は受理され、陸軍大臣から満州軍司令官に転じた、クロパトキン将軍の参謀となった。最初情報担当であったが、5月1日に、王力公海戦でロシア軍が敗れると、 ミハイル・ザ・スー・リッチ中将に代わり東部方面軍の司令官に任命された。ケルレル中将は黒木亀元率いる日本軍に敗れ意気承知するロシア兵を鼓舞した。しばらく東部方面で戦闘は発生せず、ケルレルは5月26日に要衝であるマテンレイを放棄し、続く2ヶ月は小競り合いが続いた。7月31日、療養士に迫る日本軍を阻止するため、 マテン天霊の北方に強力な防御陣地を構築した。日本軍の第2師団とこの絵師団は終日攻撃をかけたが、ロシア軍の防衛線を突破できなかった。しかし有刻になって、ロシア軍が退却したため日本軍は驚いたが、現地の住民から、ロシア軍司令官ケルレルが午後2時頃に、日本軍の砲撃で戦死したと知らされた。 ケルレルは大部隊指揮の経験こそ豊富ではなかったが、当時のロシア軍上級指揮官に欠けていた闘あふれる人物として尊敬されていた。その死は海軍のステパン、マカルフ提督の早すぎる戦士と比較された。ありがとうございます。